ご列席の皆様、大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりクリッキーゴールドジェフ様の結婚式を執り行いたいと思います。花嫁の変わらぬ幸せを祈り、盛大なる拍手を。花婿の変わらぬ幸せを祈り、盛大なる拍手を。さすがゴールドジェフ様のご子息でいらっしゃいますな。クリッキーめ、あれだけ花嫁を与えておけば悪い虫もつかんだ。縁起でもないやめんか。舞台席に何という曲を。ムーンド・ゴールド・ジェフ、ユニバーサル・ツアー・エージェンシーの創始者。創始さん320億クレジット。いいえ、正確には328億クレジットです。まあ素敵。ひょっとしてゴールド・ジェフさん、赤毛のグラマーちゃんがお好き？いいえ、ロングヘアのナイブ派よね。は、メリハリのない体しとるくせに。私、贅沢なんか言わない。海の見える丘に2万ヘクタールのお家を買ってもらえれば。は、いつもということが違うじゃない。愛人なんて軽蔑してるくせに。ご想像はご自由ですが、社長はメガネをかけたポニーテールがお好きなのです。去年のクリスマスの夜、雪のサンモリッツでそうおっしゃいました。しらー。やーね、不潔よ、愛人なんて。女の風上にも置けないわよね。きっと海の見える丘に2万ヘクタールのお家を買ってもらったのよ。おー、やだやだやだ。さあ、今流行の浦島効果体験ツアー、あなたも光に近づいて禁断の世界へ一歩足を踏み込んでみませんか？どうですか、社長。この企画は先日の会議で廃案になったはずだぞ。ですが社長、試作ロケットを3台まで完成させておいてミスミス。バカ者、つまらん VTR など作ってる暇があったら農協ツアーの企画でも進めておけ。3WA の方がお見えになりました。あ、では後ほど。失礼します。どうも。この顔を覚えておいていただきたい。このブサイクな男は息子です。まあかわいい。するとこちらの綺麗な人は息子を誘拐した犯人です。え、マブ女。その女、リリス・ジョアンカは何も知らない息子をたぶらかし、その身柄と引き換えに200万クレジット分のキャッシュを要求しています。200万クレジット？こんな大量のキャッシュ未だにあったんですか。わかりました。息子さんもこのお金も必ず取り戻します。いや、わしは息子の安全を第一に考えたい。金は要求通りに渡してください。でもそれじゃあんまり。依頼者はこのわしです。くれぐれも余計な手出しは無用です。はあ、わしは息子が無事に帰ってきさえすればそれでいいのです。本当に後悔してない？もちろんさ。僕はね、何があっても一生君についていくことに決めたんだ。私は少し悔やんでるの、あなたのお父様の気持ち。
痛いほどわかるんですもの。だって私は。やめてよジョアンカ。それは言わないって約束だろ。そうね、そうよね、ごめんなさい。今回だけは許す。なんと優しいことで。そういえば今日はウェディングケーキ食べ損ねちゃったね。じゃああれ行ってみる。せーの、あなたと私のハンバーグ、いつでもどこでもハンバーグ、2人の中はハンバーグ、これから食べようハンバーグ。僕らが最初に出会ったのもこんなハンバーガーショップだったね。そうね、人の出会いなんておかしなものね。おめでとうございます。開業1万組目のアベック様。なんですか。当店といたしましてはサービス満点、グレイブスランド一周旅行をペアでプレゼントいたします。信じられない、僕たちもハネムーンに行けるんだ。やっぱりハンバーグは僕らのラッキーフードだ。しかしどう考えてもいまいちな仕事よね。金を渡して男を連れ戻すだけ。しかもその男がペケペケのペケ、天下のラブリーエンジェルの名前が上んよ。ねえ、そう思わない？うん、なになに？パック中に喋るとシワが増える？あ、軟弱なお肌してっからに。はい、私よ、お元気？まずい、どっかで見た顔だけど思い出せない。まあお久しぶり、よくここにいるってわかったわね。本当に会いたかったわ、相変わらず綺麗で。あ、こいつ。やっとお分かりのようね。どうしてここのテレフォンナンバーを。さあね、蛇の道は蛇ってとこかしら。なぬ、あんたみたいなメギツネと一緒にされたんじゃこっちは迷惑だよ。ユリだってそうだそうだって言ってるよ。パックの必要があるなんてブスの証拠ね。そう、確かに私はブスだよ。ケイに比べれば顔もスタイルも断然落ちるさ。でも私、心だけは綺麗だって言ってんの。いい加減に落ち。明日の取引時間と場所を変更するわ。グレイブスランドの水生植物館15時。遅れた場合クリッキーの命は保証しないわ。坊やは無事なんでしょうね。何も知らずに私に夢中よ。あなた方と違って魅力たっぷりだから。ぬわですって。じゃあね、ダーティーペアのお二人さん。図に乗るんじゃねえかな。あ、ゆりゆりシワが。私らしくない言葉を。わあ、なんて綺麗なんだ。やっぱり来てよかったね。ええ。そうだ、僕らの輝かしい門出を祝して、あの海と空を全部君にプレゼントしちゃうよ。そろそろ出発しませんと。今度はどこへ行くんだっけ、ジョアンカ。子供の王国を通って水生植物館ね。待たせるわね。時給の高い私らを何だと思ってんだろうね、ったく。現在確認されております水生植物はおよそ3万種と言われていますが、ここに集めた花々は皆装甲性のものばかり。まばゆい日の光を浴び一斉に花開く様をどうぞご覧ください。あ、ジャンクローズだ。ジャンクローズ？花芯にトゲみたいなものがあるだろ。あれで何でも食べちゃうんだよ。ピラニアより意地汚いやつなんだよ。そうよ、綺麗なバラにはトゲがあるってわけね。私たちなんかトゲだらけなんだから。ん？誰？知り合い？うん、とぼけないでよ。男の純情につけ込むなんて最低よ。何の話？さあ、
クリッキー、騙されないで。その女はお父様からお金を巻き上げようとしているの。え？何を言うの？お黙り。約束通り現金を持ってきたわ。早く坊やをこちらへ。知らないわ、クリッキー。私、何のことだか。分かってるよ。誰が君を疑ったりするものか。変な言いがかりはよしてよ。最後の最後でそろばんを弾き直すつもり？身の代金を釣り上げるっていうの？いい加減にして。これ以上の侮辱は許さないわよ。それはこっちのセリフよ。取引に待ったはないわ。さあ受け取れ。こうなった以上、もうあんたは御用済みよ、クリッキー。私が本当にあんたを愛してるとでも思ってたの？すべてはお金のためのお芝居だったのよ。ようやく字を出したわね。そんな、嘘だ！クリッキー！君はただお金のためだけにずっとこの僕を騙していたというのか？その通りよ。なかなか面白い遊びではあったけれども。ここに集めた花々は皆装甲性のものばかり。まばゆい日の光を浴び、一斉に花開く様をどうぞ。ひどいひどすぎるよ、ジョアンカ。子供じゃあるまいし。みっともない。あんたの顔なんかもう見たくないわ。二度と私にまとわりつかないでちょうだい。これでわかったでしょ。さあ、もう泣かないで。それ違う。人間の全神経組織をオーバーロード状態にし、双脇の機能を肉体そのものに与える。分かりやすく言えばね。どうやら失敗だったようだな、パパ。あなたは昨日連絡してきたのも？そうよ。ジョアンカの写真をムービングして送り込んだのよ。パパ、企んだべ。全てお前のためだぞ、クリッキー。はっ、その女、秘書兼愛人だけじゃなかったってわけね。気に入らないわね。夢の愛人になれる分だけあんたたちよりも偉いのよ。悔しかったらなってごらん。そんなものなりたくもないわい。今日の旅行プレゼントのことも、僕たちがハンバーグを好きなのを利用したんだね、パパは。黙らんか、親不孝者めが。できれば穏便にその女と別れさせたかったが。それほどまでに私のことがお嫌いなんですか？当たり前だ。お前は元々言えば男ではないか。やめてよ、パパ。過去の話なんかどうだっていい。今のジョアンカは立派な女性だ。いくら手術を受け体が女であっても、断じてお前たちの仲を許すわけにはいかん。だからどうしたっていうのよ。頭古いんじゃないの？今や10人に1人は転換手術を受けている時代なのに。あんたの秘書よりマシだよ。あんなことを。あなた方の仕事は終わった。引っ込んでてもらおう。そうはいくかい、たぬき親父。ちゃっかり騙してくれちゃったからに。おっと、そのまま武器を捨ててもらいましょうか。さあ、クリッキー、わしと一緒に帰るんだ。やだ。さあ、坊ちゃん行きましょう。よく来てくれた企画部長。どうやら担ぎ映画のベルが鳴ったようですな。あとはわしが幕を下ろすだけだな。社長、私の専務の座の件お忘れなきように。分かっておる。企画を通した私にも感謝して。
んなもんパンフにないぞ。あ、海が。我が社の名に恥じぬ光景ではあるな。ナム、調子はどう？ワンポン。もう少しで顔ができるからね、ちょい待ち。何をするんだパパ、やめて。心配するな、少しの間宇宙旅行を楽しませてやるだけだ。超アンカーを出せ。また会えるさ。スペースブリッドは一定の軌道を描いて戻ってくる。お前の好きなジョアンカもあのままの姿で帰ってくる。ただし50年後にな。50年後。迫力でしょ。黙ってないとしたかむわよ。浦島効果によりジョアンカは年を取らぬが、その時お前は72歳。果たして愛し合えるかな。嫌だ、ジョアンカを返せ。うまくいかないわよ。ユリさん、ケイさん。しつこい方たちだ。ジョアンカ、ジョアンカ。クリッキー、しっかりして。行く、僕も行く。なんだと。ジョアンカを追って宇宙へ行く。バカなことを考えるな、クリッキー。パパは黙ってて。僕は行く。50年後の世界で一緒になるんだ。えらい。そんな無茶だ。ユリは黙ってなさい。でもね、クリッキー、あんたこそ男の中の男よ。いかんいかん、そんなこと絶対に許さん。あなたは黙っててください。許す許さないの問題じゃないんです。その通り。やっぱりまずいわ。あんたも女らしくないね。私たちは二人の味方なの。そう決めたんだからもういいの。最後の最後まで面倒見ちゃう。行け、クリッキー。クリッキー。幸せをつかんでね、クリッキー。私は何も知らんからね。結婚式には呼んでよね。私たちおばあちゃんになってるわよ。なんということだ。わしはお前の幸せを願えばこそ。なぜ親の気持ちがわからんのだ。なんとなくさ、後味が悪い。そうだ、わしも行くぞ。社長、どけ。やめなさい、やめないと。撃つなら撃て。息子のいない人生など死んだも同じことだ。社長、ちょっと。社長。まずかったじゃないの。まあいいじゃないか、任務は果たしたようなもんだし。でも50年後にまたあの3人同じことになるんじゃない。
じゃあおばあちゃんのラブリーエンジェル出動ってとこね。社長、あたしも行く。クリッキー、ジョアンカー、クリッキー、社長。負けますわ。つべこべ言わない。これ私の問題なの。ずるい。いいの、あとは来週まとめてやるんだから。次回やるっきゃない。恋は女の起爆剤。本当に来週できるかしら。